ごい暑くて。そう。でその後にあれしたいの。あれ違う日かも。ドラム缶風呂は。ああドラム缶風呂ね。ドラム缶風呂もした。あれだけど同じ時でしょ。うん。あ作ったっけどね。あの時のドラム缶風呂。このフライパンかますよ。でもそう。じゃあ良さそうなもん全部松岡さんね。そうそうそう。だけどこれあれだよ。パエリア。ああ。普通にスノピとかで売ってある。スノピじゃなくて何だ。キャプテンスタッグとかああいうやつ。安いやつ。ここいいよね、やっぱ静かで。包丁折れない。やっぱりダイソーの包丁。今日、松岡さんすげえ包丁持ってきてる。ナイフ。昨日の肉だったらよかったね。昨日の肉良かったですね。暑かったし。置き火まで待てんかったもん。普通に本当は仕事の日やった。うん。松岡さんどうし？に、うん、下に置いて。恥ずかしいわ。恥ずかしい。もうこれでご勘弁を。結構特大のあれですね。はい、もう全部一緒に。もう全部全部。はあ、すごい。映しよっと映してますよ。ああな、はい、乾杯。乾杯。お疲れ様でした。いい山登りでした。美味しい。うまいね。バイバイ。いただきましょう。ちょっとこれが気になるの。気がね。これがね。いや、美味しい。これがね、むちゃくちゃね、焦げとんね。ごめんね。うん。うまっ。カマキ余裕のよっちゃんでお前座っとうな。うん。さあいただきましょう。うん、オムレツっち。うん、中にポテサラが入ってるんですか。うん。うん、うまい。味してる。うん。マヨネーズと洋風の唐辛子、うん、まあマスタード、うん、まあありますよ。
燃料じゃなくて、いや、違う違う、あれ、ろうそく。ちょっと違うな、あの長いやつと。長いやつは持っとんよね、うん、短いやつを持ってなかったで、ロゴが変わったんよ、これ。あ、そうです。で、古いのが1個だけ余っとった。いいよな、ろうそくは。そこテレビ見らん。テレビ見るってどういうことですか。焚き火はキャンプ場のテレビって誰か。ああ。ずっと見とられた。確かに。なかなかいい言葉ですね。俺が言ったわけじゃない。いや、俺が言ったんです。いつもやってるんだ。まあ爪楊枝は作りよっとかって。実際のとこ。昨日ヘラやったから。ペーパーナイフか、うん、昨日ね、途中でペーパーナイフが途中で爪楊枝になった。変わった、うん、途中でちょっとタンブラーになってた、うん、抵抗がないタンブラーに、うん、腰やってよ、目覚めすぎてる。今ここまで来たんだよ、まだ。まさかこれ。あ、すいません。どれぐらいでいきます。適量で。水割りやったりするの。はいはい、あ、あんま、これはまた吹き出る。で、熊焼酎は熊で作ってんの熊焼酎。ああ、そういう意味ね、うん、場所ね。いや、そういうふうにし、なんかもう、あの決まった。そういう振った時にっていうと、うん、ちょっと生命的にはどうなのかなっていう部分はある。うん、守りキット会っていうとあるわって。まあ、それは普通のキャンプにしても変わらんけど。31日だけど、寒いんでさ、早飯食おう。早飯食おうって食って。で、ストーブもね。そうそう。ストーブも、トイレいっぱい入ってるんだけど、いや、これ使い切ったら、また金出さないけど、あれやねって。もったいないけん、ちょっと我慢しようって。ちょっと、少しずつ絞って使おうって言って、言ったら、で、翌朝、人が通った時に、トイレなくなったら言ってくださいね、継ぎ足しますから、って言われて。え、そうなのっていう話。最初に言えよってガンガン炊くのに。ちょっとなんか安いやつ買おう。スピナーかなんか。